中島よしき事情皆さんこんばんは、中島よしき事情パーソナリティ。なんか珍しい時間に撮ってるかもしれないね。中島よしきです。この番組は文化放送とはなかなかご縁がなかった僕中島よしきが、これまで培ったノウハウを存分に発揮しつつ、さらには番組作りの裏側を見せながら組み立てていく裏を持てない実直型新ラジオ番組です。坂本さん、明けましておめでとうございます。矢島さんはいません。なかなか年末みんな揃って撮れてたのにね。確かそうね、昨年末はね撮れてたんですけど、なかなかこう最後のピースがね揃わないですけども、元気ですか矢島さんは。どう年明けてから正直僕もあんまり会えてない。まあそうか、しょうがないですね。ちょっとフグラジの収録が近々あるので、そこでは会えるんじゃないかなと思っていますけれども。え、ゆうたは会ってんの？会ってんだ。元気そう？うん、よかった。ディレクターの体調をまた聞きするっていう。なんかぼちぼち心なんですか物足りない感じがしてきますね、矢島さんがいないと。さすがになんかねだよね。これを編集しながらどういう気持ちになるんだろうね、矢島さん。矢島さんだって俺の声は聞いてるわけですよ。編集はしてるから。そうあんまりいじられてなくて、なんか寂しがってるのかな。そう、いじらないと寂しがるじゃないですか。そうなんだよね。 でもいじりすぎると怒るじゃないですか。怒る。この塩梅がね。大変ですけど。めんどくさい女の子ではありません。おじさんです。3時の父。立派だわ。そういうわけで、中島よしきによる中島よしき事情スタートです。中島よしき事情。この番組はニジスタの提供でお送りします。ここそこで切られてるぐらいのように思いました。何喋ってる。ああ、サラデラリヒケの子を小さく埋めろ。あ、中島よしき事情。改めまして、中島よしきです。ツイッターってこの番組の公式アカウントもあったりとか、もう誰しもが多いんじゃないですか。もうみんな人アカウントは持ってるますよみたいな時代じゃないですか、はいはいはい、SNS はさ、まあ、Twitter やってないけどインスタグラムやってますみたいな、まあ、TikTok やってますとか、まあ、LINE は入れてますよとかっていう人いると思うんですけど、坂本さん Twitter ってアプリ何使ってます？おじさんに聞くことじゃなかった。でも青字に白い鳥、はい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 、いわゆるツイッターってやつですよね。ツイッター公式アプリ。あ、これが公式なんですね。そうです。それがツイッター社から出ているツイッター日本版のツイッターのアプリってやつですね。ゆうたも公式ツイッター同じやつを使って、うん、僕はいわゆるこの非公式でその有志の方が作った、ツイッターをよりこう扱いやすくする非公式の、アプリをね使ってたんです。クライアントって言うんですけど、ツイッタークライアントを使っていたんですけど、まあこれが放送されてる時にどうなってるか分かんないですけど、その非公式のツイッタークライアントのいくつかが突如として使えなくなったんですよね、とある日を境に。どんぐらい、結構なんかもう半壊と呼ばれてるぐらい、多分もう主なその使われていたクライアントが全部使えなくなってしまって、結構不便をしてる人が多いみたいなのをツイッターのトレンドでこう見かけました。僕もフェザーっていうアプリを使ってたんですけど、それもログインできないというか、こう認証されなくなってしまって、何もこうできなくなってしまった状態なんですよね。タイムラインを見たりとか検索したり、トレンドを見たりとか、もちろんツイートすることもできない状態で、しぶしぶ公式のを使ってるんですけど、あんまこんなね電波に乗せて言うことじゃないかもしれないですけど、まあ使いづらいんですよ。
それはどんなことでもそうだよね。そうだね。あ、新しい信長の野望やったら信長の野望なのにどうしてもなんかやりづらいっていう新しいはずなのに新しいはずなのに。そうなんですよ。公式のツイッターのアプリのはずなのに、うん、やっぱその、まあ、弱点というか、うん、こうもっとこうしたらいいよねっていうものをアプリの制作者さんたちは作るわけじゃないですか、はい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 、だからすごく快適、今までよ快適すぎたんですよね。原初に立ち返ってくるとまあ使いづらくてなんかこのままだからツイッターやらなくなりそうだなっていうぐらいで、これね同じ感覚の人って多分すごい多いんじゃないかなって思うんですよね。ツイッターもちろん公式アプリも使ったことあるけど、あ、こういうところできたらいいな、あ、こういうアプリがあるんで使ってみよう、すごく使いやすいじゃんって使ってた人たちが、はいはい、いざ立ち返ってきた時に、うん、しょうがない今使えないから一時的にこの公式のやつを使っておこうってなった時に、はいはい、こんなにかゆいところに手届かないかみたいな、そうなんだになってる人はひょっとしたらちょっとツイートをする頻度が落ちたりとかツイッターを見る頻度が落ちたりとかしてるんじゃないかなっていうぐらいのツイッターハイジにとっては大打撃だったみたいで、僕もともとそんなにめちゃめちゃツイッターを見ることもないんですけど、まあ自分の情報とかをこうリサーチしたりとかそれを拡散したりとかっていうのを主に使って、エゴサーチみたいなのもある時からめっきりパタッとやめてしまったので、でもそれでもやっぱり公式に戻った時にあれだったらこっち使えたのにとか、なんかそういうのがあるんだね。そうそう、結構めちゃめちゃいろんな機能があって、うん、だから今ハッシュタグとかも全く見てないですし、だから見れてないというか、なんかね難しいですよね。その今の公式のツイッターのアプリって一番新しい投稿が一番上に来てくれないんですよ。なんかインスタもそうなんですけど、なんかこれすごいいい情報だなとか思ったらもうなんか3日前ですとか何時間前ですとか、はあ、そうそうそう、多分トレンドというか、なんかこれが今話題っぽいっすよみたいなのを優先、何がこう優先されてるのか分かんないですけど、だからそれがこう見づらい、もうそれも見づらいですし、検索機能とかも一番そのハッシュタグとかも新しいのを見たいんですけど、なんか全然違う日のちょっとプチバズった写真が載ったツイートとかが上に来ちゃったりとかすると、いや今この実況よしきの実況してくれてるみんなのハッシュタグを見たいんだけど、はいはいはい、なかなかこう出てこないなみたいな。なるほど。だから一応最新っていうタブがあるんでそこ見るんですけど、最新のタブだよねきっとね、はい、そこを公式で言ったらそこを見たりとか、うん、なんかいけないとか、ああいうのが全部解消されてるのが、そういう多分ものによってはもっと使いやすかったりとか、そうだからその使い自分が慣れてしまってるってのもあると思うんですけど、もうずっとこうそんなのあるの知らなかったよ、ずっと公式を使ってたよって人にとってはそんなに事件じゃないのかもしれないですけど、俺はだからもうもそもそも頻度も低いし、公式しか使ってないからそういうことが起こってること自体知らなかった。そうなんですよね。僕にとっては結構ノーストレスで告知とかしてたものが今すごいストレスなので、めちゃめちゃリツイートとか漏れてたりとかしたらそれのせいもうだって僕がツイッターやってるのってもうそのためなんですよ。この出演情報であったりとか、お知らせをしたいものがあったり とかって時にやっぱりすごく拡散力がある SNS なので、インスタは拡散力というよりかはどっちかというとシェアですよね。好きなものを好きな人たち同士でこう見るみたいな。ツイッターは割とその知らなかった情報とか興味なかったものも突然舞い込んできたりとか、ツイッターのトレンドを見たりとかすればなんとなくニュースも分かったりとかするっていうこうなんか違いがあると思うんですけど、だからその拡散力があるからツイッターをしてるのに、ツイートをしなくなったら拡散するものもないから、いよいよやる意味がこうなるほどね、なくなって難しいなと思って、ツイッターに求めてるものが今、ね、そうなんですよ。一応その僕がツイッターに求めてるのは、いろんな人に自分のこの出演していたりとかっていう情報を目に届けたいなのに、それが億劫になっちゃうともう
だな、早く復旧しないかな、復旧しないんだったらこっちももうツイッターなんかやめてやるぞと出るとこに出てやるぞみたいなね状況なんですけど、ツイッターやっぱやってほしいみたいなんですよね、はい、ファンの方からしたら発信する、まあそうだね、まあ、でもインスタもあるし、まあ、僕の場合はこうラジオ番組とかも多いんで近況とかをね、あの だからそのあれですよね、その例えば吉木だったら JOY&G プラスをダウンロードして、うん、まあ聞こうとしないと聞けないじゃないです か、うん、だからこの番組聞いてくれてる人ってなんかそこそこ俺のことをなんか知ってくれてる人が多いと思うんですよ、知ってくれてる以上の人が多いと思うんですけど、まあ、Twitter でなんか人のリツイートとかも見れるじゃないですか、だからあこういうのやってるんだって多分なりやすいのが、うん、あると思うんですけど、じゃあラジオで近況報告するわっつっても俺のことを興味ある人しか聞かないわけじゃないですか、まあ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 ここの超 NG プラスっていうところで、ね、例えばですけどね、うん、まあ、地上波の番組だったら、夜トラックを運転してますよっていうドライバーさんとかだったらこう流してたりとかして聞くことも多分あるかもしれないですけどね、なんかその訴求するのが難しいですね、頑張ら何を頑張ったらいいのかいやそれで言ったら確かに今頑張る手段が多すぎる、ね、そうですね、うん、だから僕はあのすごいミスったなと思ってるのはもっとミステリアスにもっとミステリアスな声優だったらなるほどね、ラジオ聞いてみようとかってなるのかなと思うんですけど、なんかもうそうね、なんかなんとなく分かるじゃないですか、もう検索したら俺のことなんか検索しても出てこないっていうのは相当ミステリアスだね。そうこの人ツイッターもやってないし、うん、なんかインスタみたいな SNS やってないし、うん、なんかラジオも自分のソロ番組週に毎週1本だけしかやってない、うん、でもアニメにはすごい出てたりとか、うん、ゲームにすごい出てる、うん、この人の声と名前よく見るのにどういう人か分からない、聞いてみようってなるわけじゃないですか。いやいや、それ30年前の話だよ。そうか、そうそうそう、俺が声優さんを調べてた時のやつか。そうじゃない、わりかし確かに、情報はセイグラのみみたいな出演情報はセイグラにしか載ってない、そうそうそう、当時の声優グランプリ、そう、声優雑誌がセイグラしかなかった、なかった時ね、アニメの情報はアニメージュ、アニメージュだった時の、そうか、時はもうどんな人なんだろう、みんながもうそのために本を買って、今誰みんなやってるか、まあ一部ね、たまにこうツイッターがない方とか、まあそうですね、別にそれは珍しい話じゃないですけど、やってる人の方が、まあ、多いような印象はありますもんね、うん、よしさんはこうおはようとかだっていうの嫌なの？別に嫌じゃないけど、その何でもない日常のツイートとか別に嫌じゃないんだけど、そっちの方が伸びるのが気に食わないんだよねまあ桜坂の子たちがじゃあ例えばツイッターやるときにおはようとか言われたら、やっぱよしきさんもそっちの方ちょっといいねしたくなります。まあそれじゃあ自分のね、その推しが桜坂のメンバー、まあ桜坂のメンバーはツイッターはやってないですね、インスタグラムとかやってますけど、うん、ツイッターはやってない、卒業したらこう始めたりとかしますけど、うん、まあ、おはようとかやったらまあいいなと思うけど、別にだな、別になのかな、あんまり経験したことないからかな。それより推しの出演情報が知りたいよ俺は。あそうね、テレビで見たいしテレビだから、その菅井さんの公式ツイッターは、卒業後にできた公式ツイッターはめちゃめちゃこまめに出演情報とか、うんうん、もちろんツイートしてくれるんで、うん、こんなにテレビ出てる嬉しいってなりますよすごい、卒業してからすごいテレビ出てるじゃん、ほうほうほう、すごい 見ようかなって思いますよやっぱりね出演情報回ってくるとね、そう、あっていうなんか有効的なね、うん、まあ、した方がいいのかな。おはよう、おはようってなんだ、挨拶ね挨拶だよ、おはようって返すしかないじゃん、今日も元気に頑張ろうっていやだからすごい、川西さんとか毎朝天気の情報を教えてくれますけど、毎日も俺もあれを大事に思ってた、ね、川西くん今日あ晴れてるねみたいな、いやそれ川西健吾じゃなくてウェザーニュースウェザーニュースは見ないけど、川西さんの今日の天気は川西くんのツイッターで知るんだめちゃめちゃマメだなってやっぱ思いますよねああいうの見るとマメだね、すごいなと、おはようとかお休みとかをツイートしてる人とか、うんうん、すごいなんか
モテそうだなって思いますね。なんか LINE の返事も早そうなのかなって思うんですけど、別にそんなことはないっていう。カニさん、カニさんは早い方ですけどね。カニさん結構早いよね。めちゃめちゃ早い。あの携帯さえ見てれば結構早く返してくれる。しかもでもずっと何かしらゲームとか やってるからだいたい返すの早いって。まあ、ツイッターね難しいですよ。なんかツイッター上手い人は上手い、やっぱりすごいなと思いますよね。よう使う人はね SNS、うん、よう使う。なんかその堅苦しい言葉だけで骨折情報じゃなくて、なんかもっとフランクに見てねとか、うんうんうん、そういうのはやりたいなと思うんですけどね。あの梅原みたいなツイッター嫌ですけどね。何でもあれでね、もうこう徹底されてるからAI がやっとんかっていう。そう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 あれはあれで面白いですけどね。面白いね、あそこで作るけど、うん、やっぱね自我が失われていく過程がやっぱありましたからね。昔は普通にあの会話とかもツイッターでしてたのに、どんどん自我が失われていつの間にか梅原ボットみたいになっちゃった。かろうじてだよね、ボットやってるっていうのがかろうじてだよ、ね、確かに、うん、あの梅がツイッターやってくれてるっていうことですよね。そ そういうことになっちゃうんだろうね。そうだから俺もそういう風になりたかったですね。そういうミステリアスなやつにねはいはい、はい、なりたかったんですけど、もう時すでに遅しのほどがあるっていう、こんな愉快なラジオやってたらもうダメですよね。坂本さんの近況。あ、メガネ拭いても拭いても曇ってしまいます。あ、理由は簡単で、レンズが傷つきすぎてしまってるんです。でも昨今のメガネフレームは丈夫で全然壊れない。替え時が難しいです。あ、よしき君は変えたいけど変えてないものある。メガネね、メガネね、今、まあ、マスクじゃないですか、もう、うん、マスクしてると絶対曇るじゃないですか。あ、曇りますね。で どうしてる2人と。こまめにあの人がいない時とかは、うん、ちょっとマスクずらしてっていうのをすごいそれで対処してるから、ね、同じような感じ。あんま曇んないっすね。なんでなんでなんで曇んないの。呼吸を下の方にしてるのこう。あーね、上からマスクの上の隙間からね、鼻の間と、うんうん、ここに穴がない状況を作ってる。あー、あのマスクをこうめちゃめちゃギュッとしてるってこと。鼻のこの 無理じゃないそれ。あ、なん俺すごい曇るのよ。はいはいはい、新しいやつとかもめちゃめちゃ曇っちゃうんですよね、うん、だから漏れちゃってるんですよね。多分漏れる漏れる、絶対漏れるじゃないですか、人間の構造上、うん、だからその曇らないメガネ欲しいですけどね。曇らないメガネは本当にあのね、初期の頃、うん、コロナがこう、はいはいはい、蔓延してしまい始めた時にこれは曇らないとか曇らさないためにこうできますとかみたいな散々あったけどね、うん、結果なんかまあ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 、なんか曇り止めとか、なんかあの車のフロントガラス用の あの曇り止めのなんかワックスみたいなのあるんですけど、そういうのだとダメなんですかね。なんか今薬局で売ってます。薬局で売ってる？そう、そういうのをやればいいのかな。だ、実質そこまで困った人いないんじゃない？まあ一瞬でね、雲バーって曇るけど、うん、まあ外したりとかそりゃいいっちゃいいからか。そうなんだよね。変えたいけど変えてないもので言うと、うん、車買い替えたいなと思ってた時期が去年2022年前にちょっとあったんですけど、まあちょっとあのぶつけたりとかしたから傷つけたりとかしてて、うん、あ、直すのもお金かかるから、これを機になんか変えてもいいかなって思ってたんですけど、やっぱそんな安い買い物じゃないから、 うだうだしてる間に特に1年経ちましたけど、でもなんかもういいんすよね、今乗ってる車がやっぱりもう慣れてるし、不便もしてないから、はいはい、本当にただ趣味嗜好として買い替えたいなって思ってた時期があるくらいで。なるほど。今日あのほら車おじさんいないじゃない。あ、いないですね。車大好きおじさん。そうもうすごい車特に全然ピンとこない人間からすると、だとしたら なんか同じ車じゃダメなの。あが同じ車、多分もし自分だとしたら、うん、同じ車を気に入った車を延々と乗り続けるから。あ、なるほどね、うん、でも同じ車の新しいやつとかに買い替える人はいますよ。やっぱその年式とかで機能とかそのデザインとかも若干どんどん変わってアップグレードされていくんで、あ、そうちゃったマイク白とかアップグレードされていくから、同車種の新しいやつに買い替える人は結構いると思う。それじゃないですよね。そっちじゃない。そっちじゃないですよね。車おじさんすごいよ。あの多分ね、昔
まあ、最近矢島さん禁酒してるらしいから、まあ、なくなったけど、うん、昔はなんか酔っ払ってるんだろうね、2時とか3時ぐらいにカーセンサー の, あの中古車のこれいいよっていう URL がベッて3台ぐらい貼り付けられて、朝起きてあの既読だけつけてシカトするっていう好きよね本当に。なんで俺におすすめしてくれるんだよみたいなそういやね、もう趣味嗜好ですからね、今のでこと足りてるから、うん、まあ、こと足りてるんであればいいよね。そう、古いわけでもないし、うん、新車で買ってるし、しばらくはまあ乗ろうかなっていう感じですけどね、うん、メールも読みますかね、はい。支払いボットさん、よしきさん、スタッフの皆さん、こんばんは。以前番組でアイドルが一番綺麗な時は卒業する時とお話しされてました。これ僕のね個人的な意見ですけど、私もそのように感じたことがありましたので、メールさせていただきました。それは私が、最近応援している指原莉乃さんプロデュースのアイドルイコールラブのメンバーの一人である斉藤渚さんの卒業コンサートです。1月中旬に彼女の地元である神奈川県パシフィコ横浜にて行われました。僕の地元でもありますね。都合により現地で見ることはできなかったので配信で見届けました。私はアイドルのいわゆる卒コンを見るのが初めてだったので、どんな風になるのか緊張しましたが、瀬取りも演出も全てにおいて圧巻され、姉妹で途中途中涙を流しながら視聴しました。最後の挨拶では彼女のメンバーカラーでもあるピンクの綺麗なドレスを身にまとっていました。この瞬間が私は一番綺麗だなと思い、吉木さんが番組でお話ししていたことが分かったような気がしました。まだ19歳という若さでグループから離れ、新しいスタートを決めるという大きな決断をした彼女は、社会人である私よりもはるかに立派な大人で感動しました。アイドルの卒業というのはいろいろ気づかされるものがありますね。 PS、 よしきさん、指原さんが紡ぐ歌詞たちもとても素晴らしいので、彼女たちの楽曲も聴いてみてくださいと。プレゼンもいただきましたけどね、あのイコールラブさんとノットイコールミーさんと、ニアリーイコールジョイ、ニアリーイコールジョイって3グループが確かあるんですけどね、結構周りで好きな人とか、なんかでも女の子が好きって言ってるイメージがある、この同じく、うん、ありますよね、イコラブとか、ね、うん、聞いたことはあるのは、あのファーストテイクに出演してたのは、あれはノイミーちゃんかな、それは見ました。歌が上手でしたね、イコラブちゃん、イコラブちゃんですね、うん、あの子コンプレックスっていう曲を歌ってるのは聞きましたけど、うん、上手でしたっていうとなんかあれですけど、なんかすごいで踊らないわけですよ、ファーストテイクだから、うん、ダンスパフォーマンスはなくて、この歌唱のみのパフォーマンスだったんですけど、はいはい、すごいかっこよかったですね。そういうのは聞いたことあるんですけどね。斉藤渚さんって俺でも知ってるくらい、なんかもうザアイドル中のアイドルというか、アイドルオブザアイドルというかっていうイメージがある、アイドルをやるために生まれてきたんじゃないかってファンの方も言ってるぐらい、可愛らしくてツインテールでピンクがメンバーカラーでみたいな、なんかすごく憧れ、そう憧れちゃうよねっていう女の子がっていういいイメージのある方ですけど、19歳なんだね、まだね、19歳、まあ、あと5年はいてもいいもんね、イコラブに、うん、詳しくは知らないですけど、理由とかも多分おっしゃってるんだと思うんですけど、僕は詳しくは知らないですけど、なんかやっぱ新たな門出ですし、何ピンクの綺麗なドレスを身にまとって、この瞬間が一番綺麗だなって、もう全く俺が菅井さんの卒コンで青いドレス可愛い綺麗って言ってたのと、なんでなんでしょうね、ドレスってね、この女性をまたなんか何倍も綺麗に見せてくれる衣装だなっていう、急にあれだよね、ドキッとするよね、なんでしょうね、この非日常感もあるし、なんなんだろう、なんと例えたらいいのだろうかっていう、なんと表現したらいいのかわからないですけど、そうドキッとするんですよね、うん、なんかすごい手の届かないものにもっとなってしまっている感とかが、なんかやっぱアイドルを象徴している姿なのかなっていうとか ね、 なるほどね、なんか考えちゃいますよね、すごいパシフィコいいですね。そうか、いやちょっと、そうね、アイドル追ったことがないので松永久秀の最後に茶釜に火薬入れて爆発したみたいな死に際の話は分かるんだけど
武将織田信長にこのこれを渡すくらいだったらこれごと吹っ飛んでやるって言って、死んだ方がマシだっつって、ってすごい生き様、武士の生き様ですね。生き様をね、卒業じゃないけどね卒業ではないけどこの世からの卒業そうそう、まあ、不謹慎だけどもそれは戦国武将の一個のこれエピソードとして残ってるんだけども、それはまあ当時からしたら極限ですもんね、多分ね、本当にそれは確かに、それもでもそういうことですよ、言う合ってる合ってるびっくり、俺がびっくりしちゃったよこれはもう言うたらでもそういうことですよそのね、例えば芸能活動を続けられる方などであれば、うん、この以降も見られるのに、うん、なんでこんなに寂しい気持ちになるんだろうなっていうのはやっぱ永遠の謎ですけどね。確かにね、うん、不思議な、もう二度と見られ、まあ、もちろんあの引退されも芸能時代を引退される方もいるから、そういう方はちょっとやっぱり、それは本当に悲しいね、悲しいことだな、でも応援、一般の人として、ね、幸せになってほしいなともやっぱ思いますけど、うんうん、不思議な感情ですよね、なんかいい経験されてるなっていう感じでした。あ、エンディングです。こんな感じだっけあのコーナーをやらない喋りすぎなのかな、ちょ反省する、ちょっと来週はちょっとコンパクトにいきます、全体的にこうで、ね、コーナー狙ってできるもんなんですか、できないコンパクトに済んだったらスッとできるじゃん、本当に。確かにキュッ、この番組ね本当にねキュッとできると思う10分番組になっちゃうじゃん、キュッとしたらきっと10分番組3回分撮れますよ、うん、そうですね、うん、っていうぐらい多分あの無駄な話ももちろんしてるんですけどね、相づちとかあのあーとかえーとか抜いたらもっとキュッとなってるかもしれないけどね。エンディングです。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。普通の感想のほかコーナーは、あなたが詳しいことを教えてください、事情は2、あなたの経験則にのっとったパーセンテージを大募集、その確率何パーセント、若かりし頃の失敗など募集中、そういうとこだよ高橋君、シチュエーションとあなたの思う正解のセリフをセットで募集、恋愛方程式かっこかり、メールアドレスはすべて小文字で yoshiki@joqr.net yoshiki@joqr.net まで。そして番組ツイッターもチェックしてください、アカウントはよしきアンダーバー QR です、ゆうたが公式アプリで更新してくれてます、ハッシュタグはハッシュタグよしきとなっております。最後にお知らせです。この番組は YouTube 虹スタチャンネルでのアーカイブ配信があります。更新は毎週火曜夜7時予定してます。おまけもついていますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。ちょっと時間ありそうだね、こういう時が困るよね。でもなんかすっと今日エンディングテーマ入ってきた、おお、すっと入ってきましたね、そのジングルとかもなく、そうそうそう、はいはい、しばらくこの収録に立ち会ってなかったので、ええ、坂本はおゆうと俺の話終わったなって思ったってことだもんね、今だってフェードインみたいな、そう、それ分析するよそれ、やっぱり分析というよりもちょっと成長感じた、成長やっぱ、ね、何年、3年4年目、3年目、4月で4年目、いやーそりゃーそうですよ、小学校1年生が、小学校じゃない方がいいか、中学生が卒業して高校生になるわけですから、それはだいぶ成長する、ね、そうですよ、ね、どんどんふてぶてしくなっていくんでしょうね、はい3月19日のイベントの情報はもうしばらくお待ちくださいということで、お時間です。中島屋敷事情、お相手は中島屋敷でした。良いお年をがまだ残ってる中島屋敷事情、この番組は虹スタの提供でお送りしました。ということで、中島屋敷事情第107回いかがだったでしょうか。この音声はアーカイブでお楽しみいただいているあなたに向けた放送後期的なものになります。はちみつ紅茶チョコキャラメルさんからいただいたメールですね。去年のことなのですが、とある初対面の赤の他人の男性、かっこ A 氏とします、 A さん書き方初対面の赤の他人の男性A さんを車に乗せ1時間半ほど移動しました。赤の初対面の赤の他人の男性を乗せて1時間半移動するのすごい嫌だけどね。
うん、ドキドキした、その A さんのスマホを私の車の Bluetooth に接続してラジオを流したいと言われました。もう面の皮厚尾ですね、車で爆音で推しのラジオを聞いてみたかったのだそうです。断る理由が見つからず受け入れました。聞き始めてみると私も好きな女性声優さんのラジオでした。これなら楽しく聞けると安心できたのはほんの数秒のことでした。 A さんは小声でラジオに返事をしたりツッコミを入れています。聞きながら笑ってます。初対面の仕事関係の赤の他人のだいぶ年上の女性の車内でです。だいぶ増えたな、ね、女性の年上の女性なんですね、はちみつさんがね、共感性周知的な感じでいたたまれなくなったのですが、その時ラジオから聞き覚えのある声が坂本さん、俺坂本さんの声ですごく安心しました。人かなじゃないですか、花澤さんじゃないですかこれ。花澤さんですか。女性声優さんのね、一人の多分ラジオですもんね。そうでもあんま収録行ってないんだけど、あれたまたまいた回、たまたまいた回に救われてるわけですよ、A 氏も坂本さんにつられ笑いしました。坂本さんが意外と発言していらして助かりました。意外と喋ってる番組言ったか、喋ってる。その、後の時間は、坂本さんがちょっと挟む一言を頼りに時間を過ごしました。頼りにされたのか、一人じゃない気がして心強かったです。A さんの言動や載せることになった経緯などネタだらけですが、それは置いておきます。それが知りたいけど、ね、じゃあ意外とやっぱそのサッカー笑いって大事だってことですよ。いや大事ですよ、絶対大事だと思いますけどね。やっぱ自分がやっぱりね、こう聞いてたラジオの作家さんの笑い声で僕は作家さんの方が気になった、そういうね流れで作家になってる人ももちろんいるわけですからね。なんだろうこの人っていうところね、うんうん、誰がいるんだろうってやっぱなりますもんね。なるそのブースの中で、ね、やっぱその作家という仕事をやっぱいまいちね、もちろん聞いてるリスナーのコアなラジオファンは知ってるかもしれないけど、うん、めちゃめちゃなんか好きなタレントさんのラジオ聞いてるってだけだと構成作家とかの仕事ってなんかいまいちピンとこないわけじゃないですか。そうだね、中でやってる人、中で、まあ、その台本と呼ばれるものを、ね、書いて、コーナーを考えたりとか、今日の台本ね、このアーカイブのタイミングでは年が明けているんだねとか思ってるけども、これもう一生書いてある、これ削れてない。これでもあるあるですもんね。あるあるです。あるある。俺も台本書くから分かるけど、やっぱ前のを元に書き換えるから、そうそうそう、こういう時事ネタっぽいのって置いときがちなんだよね。気づかないで提出しちゃうんだよね。お前も気づけ、お前も。あと俺もこのまま上から読んでるからついつい、あ、年明けてあれこれなんだってなる、口に出してからなるっていう ね、さっきのね、良いお年をっていうのもね、まさにですよこれは。そうなんですよ、だから結構なんか作家さんの中でね、メールをこう差し込んでくれたりとか、メール選んでくれたりとか、でも吉木の場合はでもフブラジもそうだけど、結構俺全通一応普通オタに関しては目を通さず、コーナーメールとかは坂本さんにお任せしてるけど、普通オタは全部自分で読んで自分で読むの決めてるから、流れとかもあってこれ読みたいなっていうのを結構読んでたりとかするから、そういう場合もあるだろうし、全部普通オタから何からね、作家さんが差し込むものもあるだろうし、作品のコンテンツのラジオとかだと結構あの版元さんのクライアントさんのチェックとかをした上でメールを採用されたりとかもあるから、ね、うん、まあそれは様々ですけど、中にいながらあのただくっちゃべってるおじさんというわけじゃなくて勘違いされちゃうね。そうでパーソナリティ的にも、まあ、その番組の作りにもよると思うんですけど、誰かいてくれた方が絶対喋りやすいは喋りやすいと思うから、一人でね、なんか一人で喋ってると、あれ3秒前まで何喋ってたっけってなることがたまにあるんですよ。あ、経験したことないから分かんないかもしれない、話の着地点を見失いながら思いついたことを喋っちゃったりとかすることもあるから、うん、あれこれって今何の話してたんだっけって自分で喋っててなることもある。迷子になることあるよね。なるんですよね、うん、だから結構言ってくれるディレクターが、ディレクターによってもそのトークバックって言ってね、その調整室とブースの方をつなぐボタンね、
マイクで、うん、イヤホンの中にヘッドホンの中に声が返ってくるボタンを押して喋るディレクターもいれば、まあ、一切押さない人もいるし、うん、もう本当に人によっても様々だし、パーソナリティによっても様々だし、うん、番組の作りによってもね、本当にただ一人で誰の声も聞かずに喋るのが好きっていう人も多分いるだろうし、まあ、いろんな番組があるけども、この A さんってどういう人だったんでしょうね。多分人かなだと思いますけどね。 A さんどういうご関係なのかね。いや、関係もだから多分初対面だから多分どういう経緯だったのか知りたいですよね。1時間半って結構そこそこ県はまたぐんじゃないかぐらいの移動できますから ね、と関東だったらね、うん、いやどうなんでしょうね。面白いですね。花澤さんのファンなんでしょうね。爆音で聞きたかったんだね。爆音で花澤さんの声をね。車だからってそんな爆音で流すことないけどね。でも本当に車くらいしかないんだよきっと。まあ確かに今時はね、でもイヤホンとかだから。すごいな。でもなんか初めて会う人が隣にいる状態で、しかもその人の車の中でちょっとラジオ聞いてもいいですかって言うのすごいけどな。それでなんかちょっとやっぱ誰のラジオですかって言われるのちょっと恥ずかしいし、うんうん、だからある意味自分のね、こう思考を全部さらけ出してるわけだもんね、うん、いやすごい、やっぱすごいすごい強火のオタクですよね。いやちょっとレコメン聞きたくてってやっぱ恥ずかしいもんね。恥ずかしがるなレコメンで、月曜のレコメンが聞きたいですねとかでも恥ずかしいからね。はい、そんな感じです、はい。これを勝手に次回も頑張ります。何を勝手にしたんでしょうね。来週もお楽しみに。